このゲームの舞台はここエミレーツスタジアム。チームの勝利を信じるグーナーの声援がスタジアムに響いています。この時間はアーセナル対バルセロナ、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。アーセナル対バルセロナ、まあゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね。シュート、先制アーセナル。バルセロナボールをこじ開けます。いやー、ドンピシャのタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。さあバルセロナ、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので集中しなければいけないですよね。このボールに触ります。スルーパス、ゴール、シュート、来た、同点、バルセロナ。いや、動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。バルセロナ、ここで追いつきました。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、落ち着いてよく決めましたね。さあボールはラカゼトへ、ラカゼトから大豆屋、ね、クロス低い、ビダル、長いボールを送ります。裏を狙っていきます。ルイス・スワレス、抜けてくる、ラムジから大きく縦へ、セルギオ・ブスケツ、コーチーニュからメッシ、絶好の位置、裏へのスルーパス、ビダルに渡る、ルーズボールになる、どうする、バルセロナ奪い返します。ラムジー、ラムジーからメストエジル、さあつながるか、いいボールだ、ウィルベック、低いクロス、ビダル、ビダルから縦へのボール、メッシへ、ラキティッチ、本日ワンアシストです。ルーズボール、パパスタソプーロスから長いボール縦へ、出ました、ね、抜けた、フリーで受ける、来た、さあシュート、ゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあアーセナル1点をリードしてリスタート、ラムジからオーバメヤン、この位置でボールを受けます。さあコーナーキックはアーセナル、アーセナル2本目のコーナーキック。メストエジルからウェルバック、エジル中に合わせてくるか、オーバメア、決まった、追加点アーセナル。
ムジー。北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、ラストのイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はこんな難度に成果で繰り出すタイミングがかかってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この関係引っ越す最高に難しいですから、見事なゴールですよね。さあアーセナル、これで2点差、リードを広げます。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。さあボールはラカゼトへ、スルーパスを出す、ラカゼトからオーバメア、好セーブを見せました。右サイドを振って、あっとルーズボール、ここでレフリー笛を吹きました。前半は終了します。アーセナル着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。しっかり追加点を上げることができましたし、いい内容の前半だったと思いますよ。アーセナル対バルセロナ、アーセナルが前半終わって3対1リードして折り返します。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。ましたよ、大きく縦へ、裏のスペースへ、裏へ抜けた、おっと1対1対1シュート、アーセナル追加点、3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、はい、待ってくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。オーバメア、今日2点目です。さあアーセナル3点のリードでリスタート、メッセージルに渡る、ああいい展開ですね。足元シュート、バルセロナディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。いい位置でフリーでしたからね、ここは詰め取ったかったところでしたね。オーバメア、今のチャンスを物にすることができませんでした。緩いボール、ウルベックに渡る、スピードを出す、容赦ない一発、いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやもらい方良かったですよね。しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応くれましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。中瀬と今日2点目のゴールです。さあアーセナル、このゲームの主導権を完全に抑えています。いやこのチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れているなと思いますけどね。さあ繋がるか、上がる、オーバメヤングがこれはトラップが大きかったですよね。収まっていればチャンスでしたけどもね。メストエジル、行きましたよ、足元のクロス、セルビオ・ブスケツ、裏を狙っていきます、シュート、いや追加点、アーセナル、さらにさらに点差を離していきます。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。いやいい形でしたよね。なんといっても出しのタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。オーバメア、今日3点目、
現在圧倒的な強さを見せています。さあどこに出してくる。立て直し、もう一つ前に行きたい。さあルイス・スアレス、メスエジル、インターセプト。チャンスを演出できるか。このパス、つないで攻め込んでいきます。バルセロナ、パスをつなげます。メッシ、サイドを使う。チャンスを演出できるか。ルイス・スアレス、ラムジン、メストエジル、メストエジルから左へ、ふわっと裏を狙う。タッチを割ったところで笛が吹かれました。試合終了。第一。